暴力を振るうたびにストレスが溜まって多分無限ループしてるタイプだろうな。いてちょっと労働が向いてなさすぎる。優しい人ではあるんだな、間違いなく。平和島静雄の人生を狂わせたと言っても過言ではない。どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはジュラララ第7話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第7話になりまして、前回はあの4人、あのトンチキ4人組、うん、オタッキーな4人組かと思いきや彼らはダラーズだったんだっていうことが明らかになりまして、まあ結構作中ではダラーズってやべえ組織なんじゃないの、どうやって調べていくの、調べていいの悪いのみたいな感じで結構触れちゃいけないアンタッチャブルな存在かと思いきや、結構なんか陽気な集団みたいな感じになっておりましたね。まあダラーズっていうのは特別な何かをしなきゃいけない使命感のある組織ではなく、ただただ名乗っている集団で、まあその意向を使ってる人もいればみたいな感じだったので、まあそれを作ったイザヤとシゾウとのなんか関係がなんかいろいろと出てくるんじゃないですか。今回はねシゾウ視点の物語らしいので、ダラーズを作ったイザヤと何かがあったのかどうなのか、いろいろと注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート。夕焼け。ドゥドゥン。ドレッドの人も気になるしな、セルティス・トゥルルソン。さあ、ナミエさん。何者なんだ、マジで。だここ好き。ここ好き。ここ避けられて、あの、痛い目返ってきてるのすごい可愛くて好き。あ、この平和島静雄が可愛すぎる。いや、この4人、ちょっと前回でもっと好きになったな。なんか狂気はらんでて。ドダチン。デュラララコーラ。トグサさん。アイドル大好きトグサさん。アルー。さあ、ミカドくん。さあ、危険すぎるって。あ、有能犬もいた今。これおかしいでしょ。平和島静雄、まあ最強だと思う。正直物理では最強だと思う。それとタメ腫れてるサイモンが異常。ごめん、風強くてガタガタいってるかも。さあ、デュラララ。ん？なんだ？愚痴？そうだね。なぜそこで愛？すごいな。うん。ここは。ちょ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 、強すぎる。嘘だよ、それは。それは嘘だよ。好きじゃないのはわかるけど、嫌いではないと思う。あ、多分、イザヤ君のせいだと思う。だろうね。まあ、優しい人ではあると思う。イザがいるからだと思うけど。
うん、なんかすごいご機嫌に腹なんか能天気な会話だな。え？隕石落ちた？回収か。借金取り。くせえ。おう？マジ？わおわおわお、黄金族いるね。うん。あ、いるじゃん。どっちだ？お、ニエカワさん。切り裂き魔か、静岡みたいな。お？イライラしてるな、気が立ってるな。静岡。だろうね、思春期だと思う。お？ドタチン？久しぶり。顔見知り。まあセルティとかともつながってるし、まあ裏の人間であるっぽいもんな。執事たちの沈黙。平和島か、妹？ライター。お、びっくりした、急に殺されたかと思った。平和島かすか。なんか、ふっかけてるっぽいな。情報調べて。何を目的だ？あー、おこ、あーあああああ、ちょっと、ちょっとこれもう、死んでるって。なんで警察はこの男を野放しにできているんだ。まあ、多分暴力を振るうたびにストレスが溜まって多分無限ループしてるタイプだろうな。本当に嫌いなのかもしれない。うん。弟。ちょ。本気すぎるって。あ？俺の、ああ、食われてる。あ、首が。やばい、しばかれるよ。あ、もう癖なんだ、こうやって持ってるものへし折るって。あー。教卓？あ、違う。机にしてもめり込んでるって。あれ？進路？そのために体壊してるんだ。そりゃ無理だよ、小学生の体にはもう砕けてる。よく元気に育ちました、これだけ骨折して。ああ、なるほど、100% 使ってんのか。やばい、折れる。
尺骨がなんか楽しそうだな。ちょっとやめた。すごい開き直り。やべ、もう法の秩序が働いてない、この男にだけは。体が適応したんだろうな。脳のリミットが常に外れ続けてて怪我してたけど。お？誰だ？なんだ？顔隠してるの気になるな。重要人物？あ、牛乳。優しい。あら、ん？園って書いてない？園原さんの家だったりする？花屋だ。あら、あら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 、ベーカリー、佐藤ベーカリー、佐藤か、園じゃなかったわ。なに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 、なんか悪い奴らに。あ、やばい、折れる。投げて踏んで、ごめん、さら地にしてしまうかもしれない。あ、ちょっとやりすぎ。ちょっとええー、死んだだけだな。あー、ブレーキが効かなくなっちゃう。うん。ぽいよね。特別おかしいわけではなさそう。うん、弟くんは怖がらずに一緒にいてくれるんだね。お？またセールティーだ。うん、ライだ。あの学校、ミカルたちの検査したがるな。おう、セールティーね。まあ、ちっちゃい頃から一緒なんだもんね。そうか、この時に縁ができたのか。同居に、あらあらラブすぎるな。飲み虫野郎だ多分。いざや折原、悪そう。もう観察してるな。ギララ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 ラ。さあ、まあフルボッコで、まあ締め落としてやったぜ。この校舎は俺のもんだ。明らかにいいやつではない。気に入らねえ。あ？さあ、避ける。
はまともにやり合えるっていうか、シンプルに切る。よくニコニコできるな、シンラも。なるほど。もう完全にトムとジェリーだ。いてぇ！ちょっと、ご苦労さん。すげえな。トラックに轢かれてしくじっちまったで済むのはとんでもない体力だと思うけど、すごいってとんでもないことになってる。乗り込んできた。ちょっと、あの両津のバカはどこだの大原部長みたいになってる。やばい、セルティーが。ああ、消しかけてるんだ、イザヤが。いやー、平和島静雄は静かに暮らしたい。さあ、イケメンだな、カスカ君。あ、カルシウムが。いや、すごい悪いのがいっぱい来てる。よく目を光らせられるな。お？なんだあの人、色付きの人。モブじゃないってことでしょ？多分。もうやりたい放題。いざややりたい放題だな。うん。まあ、神羅は闇医者。うん。で、バイト。やりすぎ、ちょっとやりすぎ。で、ちょっともうに。向いてなさすぎる。労働が向いてなさすぎる。で、今、バーテン。で、いず、ど、誰だ？また、あ！カスカ君？平和島雄平。芸名か。お？あら、シャツ？うん。めっちゃイケメンだな。でも、兄思いだね。まあ、やっぱり優しい人ではあるんだな、間違いなく。あ、あの、法は機能していたわ。よかった、法律は。でも、で、捕まった？わあ、後ろに弟が。約束。で、うん。なるほど。ああ、逆らえないね。標識でぶん殴られるんだもん。おお、カスカくん。キャーキャー言ってるけど。カスカくん来てる？あら。
気づいてるっぽくない？グラサンしてるから。うん、キングオブホース、競馬？やばいやばいやばい、すいません、ゆとりが、僕もゆとりの最終兵器と言われて育ってきました、学校では。いいの、標識でぶん殴られるよ。あ、標識でぶん殴られるわ。あ、じゃあちょっと分かってもらおう、分かってもらうしか。あ、やばい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 、怒らせちゃいけないの、怒らせるよ。まあいいんじゃない。すいません、僕も言う通りだけど分かんなかった。もらった服を、ああ、いや、モニターを回収した金よりなんか損害賠償の方が高そう。うーん、おう、セルティ、あら、まあ、うん、優しいね。友達なんだね、でも本当にシンラとセルティとも。そうね、結構ブラコンだよね、男に使うのかわからないけど。まあ、うん、優しいけど怒りっぽいのはもう生来の気質なんだろうな。うん、そういうことか。へえ、なんか意外な一面な感じはあるな。さあ、ドダチン、また別だよね、これ。シズオ、思春期。まあ確かに穏やかに過ごせるといいね。ちょっとさらされすぎてるから、過激な部分に。おお、なんだ。うん、ただイザヤがいる限り無理なんだよな、穏やかに過ごすのって。多分、あーあー、また心が穏やかにならない。逃げる。何企んでるんだろうね、でも。ま、確実に言えるのは、折原イザヤが、平和島静雄の人生を狂わせたと言っても過言ではない。あああ。まあ、かなり優しいよね、この感じでも。いい人なんだろうな、だから、あまり怒らせちゃいけないような気がする、静雄さんは。やめてあげて。本当に暴力は多分好きじゃないんだと思う。ただ、こんな暴走機関車を暴走させて遊ぼうという、イザヤの発想が恐ろしくて仕方がない。本当に弟大好きな一面とか、また新たな一面が知れてすごい良かったな。
オッケー、またキャラクターの解像度が上がって面白くなったな。そうかそうか、でもなんかセルティとはすごい仲いいんだね。まあ多分シンラとずっと友達だったからだろうな。でもやっぱりそのつながりでめちゃめちゃ仲良かったんだろうね。この物語はフィクションです、嘘つかないでください。さあまたセルティ視点。ああなんかの夢、またなんかありそうだな。はい、というわけで見終わったわけなんですけども、いいですね、なんか新たな一面って感じがする、静雄の。うん、まあでもなんか全ての事件の裏には絶対はイザヤいない。イザヤ悪いな。悪い男すぎないか、あの男。いやもう何なんだ。ああ、でも何を企んでるのかは非常に気になるよね。人間で遊んでるって言ったらもう多分それで終わる可能性が非常に高いんだよね。ああ、人間からかって遊ぶのが好きなんだよねーで完結する可能性が高いのが一番恐ろしいところであるんですよね。なんか大きな目的があったりとか、こんなことやってみたいんだよねみたいな目的意識があってやってるなら、まあ可愛いというか、まあわかるよねって感じがするんだけど、なんかその場の楽しみで静雄をあえて遊び道具にしてそうなところが恐ろしいところではありますよね。私にして遊び道具にするならっていう風に思ってしまいますけれども、うん、なかなかに。ただ確実に言えるのは、本当に静雄の人生が狂ったのはもう間違いなくイザヤのせいだと思います。イザヤ俺が狂ったのはあいつのせいだっていう風になりますけれどもね。うん、まあでももともとやっぱり生来、まあ暴力的といってはあれだろうけど、まあ暴力があんまり好きじゃないっていう言い方的にも、あんまりなんか性格的には暴力に向いていない性格なのかもしれない、性格だけ見てね。うん、ただすぐプツンってなってしまったりだとか、やっぱりこうプツンってなったら止まらないところとか、気質的な面で見ればかなり暴力的というか暴力に向いている気質なわけですよね。平和主義と暴力に向いている気質みたいなところがガッチャンコしてしまったせいで、とてつもないストレスに怯えることになってしまっているわけですよね。こんなことしたくないのに俺はついプツンと来たら暴れてしまうんだ、でも止められないんだ、どうしたらいいんだっていうところ、うん、かわいそうになってきました。いやでもめちゃめちゃ好きになったけどね。なんか本当に暴力嫌いなのって思うけど、でもまあ確かに今までの描写を見ても楽しそうに暴力を振るってるところはなかったよね。とにかくイライラしてストレスが溜まってて、そのストレスのものを除去したくてブチンって切れてたって感じだもんね。なんか今まで暴力振ってはぁすっきりしたポンポンみたいな、そういうような描写は一個もないから、ただただやっぱり苦しいんだろうな。暴力を振るってもただすっきりもしない解決だからこそ永遠にモヤモヤするわけですよね。暴力を振るわなければ解決しない問題っていうものが常に舞い込んでくるのに、暴力で解決することをあまり望んでいない平和主義な性格っていうせいで、ひたすらやっぱり自分の中でストレスが無限に製造され続けるということで、うん、まあ本当に良かったのは何かといえば、やっぱりシンラとセルティと友達だったっていうことだよね。セルティなんかと友達になれたのはでかかったんじゃないかなっていうふうに思う。なんかセルティなんかはさ、やっぱり人間とは違う妖精というかさ、やっぱり人知を超えた存在ではあるから、やっぱりなんかこう何も気にせずしがらみなく話すことができるだろうし、ね、弟のことが大好きっていうのもあるけど、でもその大好きを弟に見せるかって言われたらそういう性格でもないからっていうところで、シンラと話したいかって言われたらそうでもないっていうところ、ただただやっぱり聞いてくれるだけでいるセルティみたいな人はすごいいいんだろうなっていうところであるし、シンラは本当にセルティラブなんだね。いいよな、あの二人めちゃめちゃいいなっていうところであるし、うん、まあ次回セルティ界ではまた来るんじゃないかっていうところで、また改めて視点がリセットされていくのかなっていうところでありますよね。うん、ミカドくん視点が未だにまだ来てないところなのが非常に気になるところではあるわけなんですけれども、なるほど。まあでもなんか いろんな一面が知れてよかったし、カスカくんとかも絡んでこないかな。めちゃめちゃかっこよくていいキャラしてると思うから。ねえ、だってさ、あんな暴力振るわれてる中さ、だって、兄貴が冷蔵庫持ってんだよ。冷蔵庫持ってこっちに投げようとしてても平気で兄貴のプリン食ってたからね。相当な男だと思うよ、彼は。カスカくんの掘り下げも僕はお待ちしておりますのでよろしくお願いします。でもやってくれそうな気がするんだよな。
なんかね、結構なんか、こんなキャラ掘り下げるっていうところもなんかね、掘り下げてくれるんじゃないかって信頼を持ってます。はい、というわけで、さあさあさあ、次回セルティ視点どうなっていくんでしょうかっていうところで、またやっぱりね、全体的な、何、情勢みたいなものが分かってきたので、それを見た上で、さあ、今、なんかこの人体実験だったりだとか、人さらいの問題が起きている中で、それに向かってどういう風に動いていくのかとかも含めて、楽しんでやっていこうと思いますので、ぜひとも皆さん、最後まで一緒に楽しんでいただけたらと思います。以上、デュラララ第7話でした。バイバイ。